2児の母で、東京に33年ほどずっと住んでいまして、震災で初めて岡山に来てドーナツ屋ということを始めて、今ずっとそれを続けています。きっかけは、夫が、カメラマンでいろんな県のところを回ってるんですけれども、その中で岡山がすごく良かったっていう話をしていたので、行くなら岡山がいいんじゃないかっていう話を夫がしてくれたっていうのが大きかったんですけど、川と海と山がすごい全部近くにあるので、車があれば1時間以内で全て行けるようなところにあるので、どの季節もいろんなところに遊びに、自然の中で遊べるっていうのはすごく魅力的だなと思います。やっぱり子供が楽しいっていうのが親としてすごい一番幸せなので、そういうのが常にこう生き生きと遊べる姿を見れるっていうのが岡山で住みたいなと思う一番 のきっかけでした。来てみてすごい気づいたのが、岡山市結構自然食品って多いので、市内だったらすぐにぐるっと回って何軒かで、欲しいものが揃うことが多いですね。やっぱり自転車の方が小回りが効くので自転車で行くことが多いですね。東京だと野菜っていうのがいろんな県からこう送られてくるので、すごくタイムラグがあるので鮮度はやっぱり落ちているんですけれど、やっぱり岡山県だと、近県だったり岡山市内、岡山県内で採れた野菜がもうすぐに来るようなことがすごく多いので、味もすごくみずみずしくて味があって美味しい野菜がすごくあるのがすごい魅力的だなと思ってます。子供たちが2人とも小さかったので、幼稚園のつながりだったり子育てサークルなどに最初入ったんですけれども、そういうつながりでママ友ができたっていうのがすごく私の場合大きかったと思います。定期的にっていうあれではないんですけれども、数ヶ月に1回持ち回りなんですけれども、家で集まってご飯をランチ会をしたりとか、夜みんなご飯の持ち寄りをして食べたりとか、そういう会はたまにしています。子供の話がやっぱりすごく多いですね。子供たちを守りたくてこちらの方にまずは避難をしてきたんですけれども、震災を体験していない方でなかなかその温度差っていうのを最初感じてしまいまして、放射能が怖いんだよとか危ないんだよって言ってもなかなか聞いたり考えたりするのって難しいだろうなっていうのが、だったらどうしたらいいのかなと思った時に、やっぱり美味しいものだったり楽しいことだったりを通じてこう接していってつながっていってもらって、一緒に話をしてもらったりするのが一番いいのかなと思いまして、子供の好きなドーナツっていうのをこう売って一緒に考えていけたらなと思ったのがきっかけです。最初に来た時に、おいでんせいという支援団体が岡山にはあるんですけれども、私も問い合わせをしまして、物件を一緒に探していただいてたんですね。すごく心強くて、見ず知らずの自分にすごく良くしていただいたっていうのがすごいありがたく思ったので、やっぱり何のつながりがないところにポンと来るっていうのもすごく大変だと思うんですけど、まずはそういう支援団体もたくさんあるので、そういうところにまずこう電話なりメールなりしてこうつながりを持ってこう心強いと思うので、その方がまずはそういうところに支援団体にアクセスしてみるのがいいのかなというふうに思います。